本当に強かったと思うんですが、次はスマッシュ入れます。最後のパターン練習です。次は、クリアをここでストレートに2回打ちます。1回打って帰ってきたのをもう1回クリア打ってまた帰ってきたのを次スマッシュ打ちます。スマッシュ打ってそれをクロスに走ってネットで交代です。だからもうここに3回いてもうダッシュして終わりですでもここにずっとここで止まって打つんじゃなくて多少なりとも1回ずつ前に出てください。1歩でいて1歩クリア打って前に出てクリア打って前に出てスラッシュ打ちました。そしたら前に出してネットで交代します。これ見本はバッグと両方動かしてここから玉出ししてあげて、こっちからOK です。